この場所の扉は出入り口があるけれど、その先にあるのはただの恐怖暗闇だけ。だけど幸せはここに、生きている一瞬の中で見つけられるもの、もし生まれてこなかったなら苦しみを感じなかったけど、それでも一瞬の幸せを味わったものは祝福されている。多くの人が幸せを求めて長い道を歩くけど、夜明けから夜までさまよい続ける。でも幸せは短い瞬間にしか見つからないもの、その瞬間を宝物のように心に抱きしめるんだ。幸せだから、幸せはここにある。今この瞬間に輝く光、箱は磨く、未来は暗いけど、今日僕たちは幸せをつかむ。この厳しい時代にもし小さな家があれば、ほんの少しのパンでさえ感謝すればいい。誰の奴隷でもない、誰の主人でもないなら、その自由こそが本当の幸せだって知っておくべき、おくべき。多くの人は見えない鎖に縛られている。神の命令に従って日々を生きている。でも君が小さな家で自由なら、その自由こそ全てを超える幸せなんだ。昨日の失ったものを思い出すな、それは過ぎ去った砂の上の足跡のように消えるんだ。まだ来ていない未来に過度の期待をしないで、今この瞬間こそ君の幸せなんだ。明日何が来るか誰にもわからない、だから恐怖や不安を引きずる必要はない。今君が感じる息遣いを感じ取って、その瞬間こそ本当の幸せなんだ。明日何が来るか誰にもわからない、だから恐怖や不安を引きずる必要はない。今君が感じる息遣いを感じ取って、その瞬間こそ本当の幸せなんだ。明日何か待っているか、誰が知っている、喜びか悲しみか、それとも無限の暗闇か。でもこの冷たい大地の上で私は笑顔を見つける。幸せは今この瞬間の中にある。私たちはみんな永遠ではないけど、月の下で幸せを感じることができる。月の下でも人生は遠い夢のようなもの、影のように光の中では見えないけど暗闇で現れる。でももし君がこの瞬間に幸せを見つけたなら、その短い瞬間でもそれは黄金のように輝くだろう。